今回の問題、デフォルトのタイムアウト設定によって10分間操作がなければセッションは切断されます。タイムアウト時間の設定は何々コマンドによって設定をすることができます。またログインした際のバナーメッセージを設定する方法はバナー何々コマンドによって設定をすることができます。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。デフォルトのタイムアウト設定によって10分間操作がなければセッションは切断されるんですが、タイムアウトの時間を設定するにはイグゼクタイムアウトコマンドを利用します。ログインした際のバナーメッセージを設定する方法はバナー MOTD コマンドによって設定をすることができます。お世話になっております、マサルです。今回はタイムアウトの設定とバナーメッセージの設定について勉強します。ルーターにアクセスした状態で何も操作しないといつの間にか接続が切れていることがあります。あれはタイムアウトが機能して切断されています。いちいち再接続をしなくてはいけないのは煩わしいのですが、セキュリティ対策としては必要な機能です。さらにタイムアウト設定だけではなく、今回はバナーメッセージの設定も行います。バナーメッセージ自体は通信に全く影響することがない情報なのですが、ルーターにログインした際にメッセージを表示させることができます。バナーメッセージは管理上のメッセージを表示させる用途で利用されることがあります。それではまずはタイムアウトの設定から勉強していきましょう。シスコルーターは一定時間操作をしないと自動的にログアウトされるようにタイムアウトの設定が行われています。どれぐらいでログアウトされるかはタイムアウト設定によって定義されているのですが、デフォルトでは10分です。接続をしてから10分間操作をしないと自動で切断されてログアウトされてしまいます。デフォルトでは10分で切断されてしまうんですが、このようなデフォルトの値は小欄では出力されないので注意してください。このように何も表示されていない場合はデフォルトのタイムアウト10分が適用されていることになります。タイムアウトの時間を変更したい場合は exec タイムアウトコマンドで設定します。例えばタイムアウトを1分に変更したい場合は exec タイムアウト10、もしくは1だけでも大丈夫です。この設定によってタイムアウトを1分に変更することができます。逆にタイムアウトをさせたくない場合は exec タイムアウト0で設定をします。0で設定をするとタイムアウトをしなくなります。次はバナーメッセージの設定です。この機能は通信に全く影響しないのですが、ログイン時にメッセージを表示することができるようになります。設定方法はバナー MOTD コマンドを利用します。例えばバナー MOTD の後ろにシャープを打って出力したいメッセージを入力します。最後にもう一度シャープを打つとシャープで区切った部分がメッセージになります。ちなみに MOTD と言いましたが、この MOTD はメッセージオブザデイの略になっています。最初にお伝えしたように、このバナーメッセージはテキストメッセージを表示するだけなので通信自体に影響するような設定ではありません。このバナーメッセージは管理上のメッセージ、例えば機器をいつ導入したかなど機器に関する情報を記載する場合があります。ただセキュリティ対策の観点としては、このような管理上のメッセージは表示させない方がいいということになっています。なのでバナーメッセージでどのようなメッセージを表示させるのかはセキュリティの観点も意識して表示させるようにしましょう。それではパケットトレーサーを使ってタイムアウトの設定とバナーメッセージの設定をやっていきたいと思います。その前に少しだけお知らせをさせてください。私はネットワークを基礎から学んで CCNA を取得するためのオンラインコミュニティ、みんなの勉強部屋を運営しています。これまでは登録に Twitter アカウントが必要だったんですが、今はメールアドレスでの登録、各種 SNS アカウントで登録をすることができるようになりました。とても参加しやすくなっています。勉強するレベル感は CCNA レベルです。ただ人によってはネットワークスペシャリスト試験を見据えて参加してくださる方も増えてきています。一人ではなかなか勉強が続かないという方や、ネットワークスペシャリスト CCNP など難しい試験に挑戦するためにもう一度基礎を学びたいという方はぜひコミュニティを活用してみてください。興味を持ってくださった方は参加 URL を概要欄に用意しています。ぜひチェックしてみてください。ではこちらのルーターを使ってまずはタイムアウトの設定をしてみましょう。今回はコンソール接続に対して1分間でタイムアウトをするように設定してみたいと思います。まずは事前確認です。ルーターにどのような設定が入っているのか確認してみましょう。
小欄を使って設定値を確認すると、現在はコンソールポートに対して何も設定されていないことがわかります。何も設定されていないということは、デフォルトのタイムアウト10分が有効になっているということです。では本当に10分間でタイムアウトするのか試してみたいと思います。今操作を行いました。1分35秒の時です。時計を進めていきましょう。1分35秒だったので11分35秒付近でタイムアウトするはずです。まもなく11分35秒になります。はい、このようにログアウトされてしまいました。タイムアウトが10分で動作していることが分かりました。ではこのタイムアウトの時間を1分に設定してみましょう。 LINE コンソール0を指定して exec タイムアウト1分0秒にします。この設定によって1分間操作をしなければタイムアウトになってしまいます。では小欄でどのように設定値が見えているのか確認してみましょう。設定値にこのように LINE コンソール0に対して exec タイムアウト1分が設定されていることが分かります。ではこの状態で最後に操作をして1分間で本当にログアウトされるのか確認してみたいと思います。最後に操作をしたのが14分45秒です。15分45秒になれば勝手にログアウトされるはずです。まもなく15分45秒になります。こちらをご覧ください。はい、しっかりログアウトされましたね。タイムアウトが1分で動いていることが確認できました。では次にバナーメッセージの設定をしていきましょう。バナーメッセージを設定してログインしたときに Welcome to Masaru's Study Room と表示させるようにしたいと思います。現在は特にログインしたときに何も表示されていませんね。ここにバナーメッセージが表示できるように設定していきます。バナーメッセージ of the day コマンドを使ってその後ろにシャープの記号を打ちます。この状態で表示させたい文字列を入力します。Welcome to Masaru's Study Room という文字列を入力したら、最初に入力したこの文字列と同じ文字列を打ちます。今回はシャープですね。このシャープで囲まれている部分が表示される文字列になります。では再度ログインを試してみましょう。このように無事バナーメッセージが表示されています。このバナーメッセージにはセキュリティ強度を下げるようなメッセージを表示しないように注意しましょう。それでは今回の動画は以上です。お疲れ様でした。それでは今回の動画のまとめです。デフォルトはタイムアウトの設定によって10分間操作がなければセッションは切断されます。タイムアウトの時間を設定したい場合は exec タイムアウトコマンドによって設定をすることができます。ログインした際にバナーメッセージを設定する方法はバナーメッセージ of the day コマンドで設定をすることができます。今回はシャープによって囲った部分をバナーメッセージにしていましたが、それ以外のこのような記号で囲ってもメッセージを設定することができます。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば高評価チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。